こんにちは、リアルミです。昨年に引き続き今年も来ちゃいました。横浜赤レンガ倉庫で行われているヒストリックカーデーです。私は生粋の浜子なので横浜大好き、そしていろんな車のイベント行きましたが、ここでのイベントが一番好きかも。それにしても今日は寒すぎる。昨日までは11月って言ってもすごい日中暖かくて半袖でも平気なぐらいだったのに、極端なんでしょうわ。いやー、こんなに海風が吹いて寒くても車も人もたくさん集まってます。明日はエキサイティングポルシェ、ポルシェが大集合します。明日もこちらへ来る予定です。ワーゲンバスがこんなに並んでます。ワーゲンバスでございます。いいね。今日はまず桜木町の駅から歩いてきたら、すぐ目に留まったのはもちろん912のサンドベージュのポルシェでした。わあ、サンドベージュの912だ。こんにちは。こんにちは。おはようございます。車どこに置いてます？あ、そうなんですね。あの縦列になってます。これですよね、本命。そう、本命。サンドベージュの国に。本命ですよね。オーナーさんどこにいるんだろう、これ。この車の前のオーナーさんっていうのは、すごいポルシェ、ポルシェ行き違いの方で。あ、すごい、スイッチになってる。いいですか、開けて。ステアリングこれ変えてるんです、変えてらっしゃらないんですか、ね、あのね、メーカーオプションだと思う。ああ、そうなんですね。あの発売当時これ つけたつけられた。素敵。これはあのカリフォルニア輸出仕様なんですよね。ああ、そうなんです かこれがついてる。カリフォルニア輸出仕様、あんまり気に入らないんだけど。ですよね。で、なんかお話聞いたら結構奥さんが乗り気で。あ、そうなんです。聞きました、お話。なんですが、なんかドアも一回閉まらなくなって、ずっと一生懸命こっちのドアまで全然閉まらなかったみたいですよね。私も見てました、作業、ね、ずっと閉まらないんだよって言って、ちゃんと閉まるように。すごいですよね。どこをどうしたのか僕よくわかんない。あ、このシールは僕貼ったんです。あ、そうですよね。こういうのがあるんですね、はい、TVR の、はい、わあ、すごい、さすが。これは金戸さんからもらった。あ、こんにちは。ありがとうございます。あの金子さんがちょっとお話聞いちゃったんですけど、奥様が結構それがすごい楽しい方だったっていうお話聞いて、あの僕は最初の乗せてもらった時に結構ハードだなと思ったんだけど。そうですよね。だってもうシートからしても、うん、完全なレーシング仕様ですもんね。カメさんが別にまあいいんじゃないですか、豪華みたいにいいんじゃない。いいですね。みんな多分羨ましがりますよ、そういう奥さんがいらっしゃるって。普通はね、カメさんがね反対する。そうそうそう。そうですよ、やっぱりコントの位置でね。すごい。失礼します。これがアクセル、これがブレーキ、これがクラッチ。クラッチ踏み込めます。うえ、嘘。重いっすよね。え、思いっきり踏まないと踏めないっす。え、思いっきり。え、クラッチだけでいいんですよね。クラッチだけでいいです。もう踏むだけでいいです。これですよね、クラッチ。僕も最初踏めなかったんで。うわ、なんだこれ。すごですよ、ね、うお、重い。ブレーキも硬いんですか、だいぶ調整したとは言ってたんですけど。これエンジンかけたら多少は軽くなるとかもないんですよね。うん、変わんないです。じゃないと踏めない。腕がそのシートの肩みたいなところに当たってる。ここにここに当たってる。もう、ね、動かしづらい。へー、とにかく運転しづらくなってます。こうやってクラッチ踏んで、
動かしても大丈夫です。ですこれって今どのバックなんですか？ニュートラルで。これニュートラルで。左の上、そのまま上に行くと1です。はい。これは動く。あ、そう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 。あ、結構そこって入るんだ。わ、難しい。はい。で右が3。うわ。で4。でバックはここなんですか？そこがバックです。うわー、これは難易度が高い。へえ、こんな車なんだ。すごいこのクラッチ。ほーって。1年ぶりの再会です。1歳10ヶ月になりました。あり、こっち向いて。ほら、大野助君、あっち向いて、あっち。あっち。チーして、チー。チーは？チー、チー。あー、立ってる。立ってる、そう、立ってる。立ってる。確かに立ってる。すごいね。立ってるって言ってる。でも20年後これ乗ってたら私泣いちゃうかもしれない。本当かい。でまたみんな写真撮って。そうそうそう。でも中身は EV 化されてるかも。本当ですよね。いや、とんでもないです。ありがとうございます。見つけてやつ。ありがとうね。バイバイ。バイバイ。いろは。わかる？わかるかい？いろんな形、いろんな車に会えて、こんなに寒い中でも心温まる。イベントです。めちゃくちゃ燃費いいんですよ。そうなんですよ。普通に走ってて17-18キロ走ってるんですよ。これですか？いいなぁ。わぁ、すごい。さすが高級感がとんでもないですね。なんかこのパネルの色も独特ですね。シートが黒でちょっと暗いので、うん、パネルは明るい色にしたんですよ。明るくなりますね、室内。明るくしたんですよって、これはじゃあ張り替えたんですね、はい、コラムシフトでいいですね。すごい並び、ここはちょっとかなり色も素敵、まあ、内装もかっこいい。あ、いいですね、コラムシフト。前の左サイドのプレートですね。前のプレート。おしゃれなんだよな、これがまた。あ、後ろまたベンチシートで。おお、あ、なんだこれ素敵。もともとこういうデザインなんですか？はい。もともとこういうデザイン。そうそうそう。いや、知らなかった。ボビンメーカーで、あの針が動かずに中の。めっちゃおしゃれ。そうなんですね。知らなかったです。ボビンみたいな形。はいはい。そうなんだ。ビニールのスーちゃんとか素敵、かっこいいな。あ、なんでそこに一応こんな時代の車でちゃんとここにダンパーがあるし、ねえ、エンジンこれここなんですよ。へえ、そこ空間多いね。多いんですよ。ある意味贅沢。ロクと乗るんじゃないの？乗りそうですよね、ロクでも。このおかしな搭載位置。搭載位置。こんちょこんと。どんなレベルなの？ひどい。うわー。ひどすぎる。どう手を入れていいかっていう話なのかね。本当。こんなギチギチに入ってるんですね。暑いんですよ、エンジンが。足元。ああ、そっか。後付けで。後付けついてて。つまりこれが、うん、全部後付けですけど。あ、そうなんですか。ちょっとそれっぽく。全然元々ついてたみたいになってる。このジャベルさんってとこが。はい。で買ったんですけど、まあここは結構そういうの違和感が全くないです。すごい DS だ。こんなに分厚いシートなんだね。
今、BS の前にいるんですけど今、写真送ったんで、ちょっと確認してもらっていいですか。エアコンついてますよ。カラフランスで新規新しかった。そうですよね。あれ、なかなか楽しいですよ。え、これが25の時から乗ってる。乗ってます。え、何年式なの。75年式。あ、これか。さっきの DS より一回小さいタイプ、はい、あ、何素敵な色出た、この一本ストック。え、これ本当独特。あ、でもメタルかっこいい。これなんか右半だけこうなってるらしいですね。え、メタル、はい、あ、そうなんですか。左は左でもっとなんか変なメタル。違うの。面白いですね。そんな感じの車ですね。え、これってオートマなんですか。オートマです。なんだろう、ポルシェのスポートマチックって、はいはいはい、あ、そうなんですね。クラッチだけない。うんうんうん。続いてで動かして、はい、で、あの、ツーペダルになってるっていうタイプです。わあ、また後ろのデザインも変わってる。面白い。こうやってなんだ。ありがとうございます。お若くして旧車が好きな方たち。こんにちは。お若い旧車好きチームです。好きのレベルを超えてますけどね。愛には言えませんけど。なんとこちらでイベントをされるという、はい、来年の3月20日かな、水曜日の祝日だと思いますね、はい、ちょっと、まあ、30代以下で、あの、趣味で車を楽しんでいる方を、まあ、我々中心で集めて、あの、この横浜赤レンガ倉庫に100台近く一応展示予定です。それなのでぜひ遊びに来てください。素晴らしい。お願いします。ありがとうございます。ちょうど50年前に。おお、デラックス。デラックスってついてる。一番下のグレーなんだ。どうなんだ。デラックスっていうの。日産バイオレット73。カードトップはデラックスが一番下で、もうその裏は1600の 3S っていうのになっちゃうんですよね。あ、4速なんですね。こんな綺麗なこと初めて見ました。うん。そう、これもまだ3万5000キロ以下なんですよ、走ってるの。50年前の車。どういうこと。奇跡な。奇跡。一周してるんじゃないのって言われるんですけど、あの、やっぱりエンジンの、本当ですよね。あの、いろんなこの回転するパーツとかの消耗具合とか見てると、あの、3万5000円だなと。10万は全然走ってないキロで。すごい。これあれなんですよ、バイオレットって名前スミレなんですね。はい、そうですよね。ビオレって言いますもんね。バイオレ、女性っぽいですよね。うん。で、これ女性、日産も初めて、多分日本初かもしれない、女性がデザイナーって。あ、そういうことなんですね。だからバイオレットって名前つけたんだろうっていうの。このなんかラインもちょっと女性っぽく滑らかなんですよね、うん、なんかもっとハポスカとかピッピッとこう、そうですね、のじゃなくて、でさらにこれちゃんとノーマルの状態だから余計そう感じられる、うん、だから、あ、そういうことなんだ。なん、うん、グリーン、中井さんのあれは、あの、いな、な、五十嵐でフルレストアした。どうも噂によるとレストア代2500万超えたんです、ね、ちょっとどういうことですかそれ。ゼロの数がすごい綺麗だよこれ。すごいな。イカリングつけてる。まあ、ジャガー E タイプでイカリング。乗り心地はまた違うんですかね、そんだけ。E タイプのシリーズなんですね。そうですよね。こっちは 5.2 リッター V12 だから、まあ、ギワーしてボンって吹かすと、とにかくロケットのように加速する。本当に。ヌオーバー500だ。しかもワンオーナーなのかな。今日はこのイベントのために新しい古着を
たんですが、寒くてコートが脱げません。これあれです、原付にもあの坂道だと抜かされちゃうっていうぐらいの。こんにちは。ちょっといいですか。はい、お休みしようとしているところ申し訳ないですけど、去年もいらっしゃってましたよね。はい、去年多分私取材させてもらった、はい、そうですよね。ありがとうございます。今日はなんかその Z の会長さんが白い Z を持ってきてくれて、それをなんか設計図を描いたという89歳の方がいらっしゃるということなので、ちょっと Z が並んでるところに行きます。新車みたい。そんなことないですよ。これうちにして40年です。40年と思えない。神社に付き合いのないですよ。これはいつか運転させてもらうってと。乗るとね、きっと魂抜かれますよ。あそこの八王子のあのスカイラインみたいに。いや本当だって、助手席隣に座ってただけでも汗かいたって言って、なんかほら、ね、なんか抜か、ね、魂抜かれたとかって書いてたら、魂抜かれますよ、確かに。あそこまで換気じゃないけど、いやそうなんですよね、かなり気合い入れて乗らないとちょっと危ないですよね。そうだから普通の乗車の感覚だとちょっと違うかもしれない。本当に綺麗されてますね。年間でも1000キロぐらいしか乗ってないですよね。あ、そうなんですか。この時期ぐらいですか、乗るのって。そうそう、夏はダメなんです。うん、クーラーないし死にますよね。黄色いのはクーラーあるからいいんですけど。はあ、だから今の時期と、もう5月になったらダメですよね、暑くて。あの Z の設計図を書かれた方。そうそうそう。で、あのアメリカに、あのなんだっけ、発売前に3ヶ月 の、 あの向こうでテストやった時に隊長なんです。5人で、日本から5人だけ行って、北米 の、 あのカナダの寒いところから暑いところから、一晩ずっと5000キロだから6000キロ回って、不具合があるかどうかをアメリカで売る前に一応テストでやったんです。なんかすごすぎてよくわかんない。苦労したのはガソリンタンク、ガソリンタンク半個しか場所ないでしょ、後ろ。はい、それでショートデッキでしょ。はい、それで初め80リッターで設計したんだけど、どうしてもね、追突されてアウトだから、ほんで60リッター削ったんだよ。でもあのショート試験は全部やりましたね、後ろからの衝突。はい、でちょうどこれ開発してた頃が、あのなんだろう、アメリカ の、 あの安全法規の立ち上がりの時期でね。だからいろいろ出てくる。設計してる最中に、これが1960、発売69年ですね、国内9年だけど、始めたのは65、6年で、その頃から、放棄が、どんな放棄がいつ頃出てくるかっていうのはなかなか分かんなくてね。あ、予測が、うんうんうん、当時の日本人って PL4 は全然知らないんですよ、アメリカに対しての。だから PL4 をすごい勉強されたって、まずアメリカのその、あの訴訟世界が日本にないもんだから、裁判でどうやったら勝てるかとかっていう話を一生懸命だから勉強しないと。それも裁判になっちゃったって。そうそう笑ってらっしゃるけど裁判に なる前に、だから法規がね、あ今度こんなのが出た、あ今度こんなのが出たって言ってね、それがやらしかったんですね。あ、そんな時代だったんですね。側面衝突でしょ、から側面衝突は結局最終的にはあまり大した方向出なかったけども、それでもやっぱり随分ぶつけますよね。ぶつけてみて、あそこにバーを入れたり。あ、ね、普通我々全面衝突ばっか考えるのね。はい、うん、そうです。前運転者にしてもないですけど、前からぶつけたとか。だけどこの車はそういう点で言うと後ろからぶつけられて弱いんだよね。あ、そうなんですね。なんか後ろからぶつけられるとガソリン漏れないようにしなきゃいけないんですよ ね、 ね、確かね。そうそうそう、爆発するからね、ガソリンが漏れると当時は。
アメ車なんてこんなバンパーあるでしょ、はい、あのキャデラックとかビッグ、はい、でかい、あれでベーンと突っ込んでくるとね、もうその辺のなんかガソリンタンクがでもモロに潰された上で穴が開いちゃうんですよ。それを防ぐのは大変でしたね。渡辺さん良かったです、いいお話聞けました、ありがとうございます。パソコンで見られる、はい見れます。皆様が乗ってらっしゃる、これ何年式になるの？73年です。73年で奥様がこっちの、すごい女性でご夫婦で一台で一緒に来られたんじゃなくて、それぞれ一台ずつだったという。本当この色はオリジナルで、マルーン、マルーンですか？マルーン、あのマロンカラーのマルーン、あーグランプリマルーン、正式なんです。すごいスタイリングが。でこちらの色はなんていうんですか？オリジナルあるんですか？はい、限定カラー的なんですよ。え、Z なの？これはあの私が還暦の時に作ったんですか？はい、ドブ板通りのミカさんっていう世代、はい、あ、ドブ板通り作ったんですか、はい、いいなぁ、はい、うわすごい。これの写真を持ってって、めちゃくちゃいいですね。ここにこっちが240になってて、こっちが S30 の、ちゃんと当たってます。そうしないとどっちがどっちだか分からなかった。はい、のヒストリックカーデーでございました。相変わらず穏やかないい雰囲気で、私の一番好きなイベントをお送りしました。それではまた。